こんにちは。こんにちは。今日ご紹介するお車はマツダ RX-8、はい、グレードがベースグレード、はい、年式が平成16年、はい、走行距離は78,000km、はい、色がですねベロシティレッドマイカ、はい、赤のメタリックですかね。鮮やかですね。鮮やかですね、はい、ミッションが高速ミッション、駆動がもちろん FR、はい、車検が平成29年6月までとなっております。主な装備はですね、エアコン、パーステ、パーウィンドウ、ダブルエアバッグ、ABS、キーレスエントリー、それから DVD ナビがついてますね。はい。はい、ポップアップする純正モニターですね。はい。それから CD プレイヤー、あと MD もついてるんですかね。はい。外装でいうと HID ヘッドライト、それから純正アルミホイールなどなどとなっております。またもや、そうですね、RX-8 ロータリー、ロータリーですね。どうですか、乗った感じ。やっぱりロータリー独特ですね。回転数が上がるとスムーズな感じがですね、うん、調子は良さそうです。良さそうですね、はい、ミッションクラッチもいいですね、はい、キレもいいし、つながりもいいし、はい、指導線もいいですね。そうですね、かかり目良かったですね。まあ、あの8のご購入など考えてらっしゃる方は、はい、まあ、お詳しい方の方が多いんじゃないかなと、うん、8という車のことに関してですね、詳しいんじゃないかなと思うので、はい、なんですけど、まあ、乗って気持ちいいですよね、やっぱり ね、 そうですね、ロータリーで他の車とは違うなっていうのは。そうですね。エンジンも今アイドリングなんですけど、ばらつくこともないですね。ないですね。静かです。グレードなんで、まあ、この上のグレードにあの6速ミッションで17インチかでしたかね、はい、のちょっとスポーティーになったタイプもいるんですけど、まあ、手軽な価格でロータリーを楽しみたいなっていう方にはですね、はい、ベースグレードでも十分じゃないかなと。そうですね、はい、リアシートもですね、まあ、大人4人乗るにはぼちぼち十分じゃないかなと、まあ、独特な観音開きのドアがですね、はい、あったりですね、デザインもなんて言うんでしょう、グラマラスっていうんでしょうかね、こういうの。
車検もたっぷりついてます、はいはい、ぜひですね一度ご検討いただいて試乗もできますので、はい、ぜひご検討いただいてご連絡などいただければと思います、はい、じゃあいいですか、はいはい、ありがとうございます。